ジョアキム、キム・トーラ・イプラは、スペインの弁護士、編集者、政治家、ジローナ県ブラナス出身、バルセロナ自治大学出身。2018年1月17日から、カタルーニャ州議会議員を、同年5月18日から、カタルーニャ州首相を務めた。トーラは、カタルーニャの独立を支持しており、オムニウム・クルトラルやカタルーニャ国民会議などの、独立運動団体で、 執行委員を務めた。2017年12月21日に行われた2017年、カタルーニャ自治衆議会選挙に、順通パルカタルーニャの選挙連合の一員として、出馬して当選した。2018年5月18日には、カタルーニャ州首相に就任した。1962年12月28日、カタルーニャ地方のジローナ・ケンブラナスに生まれた。 4人兄弟の3番目である。トーラ家はもともとジローナ県サンタクローマダファルネルスに住んでいたが、トーラの父親はエンジニアとしてフィブラスアルティフィシアレス株式会社の工場で働くためにブラナスにやってきた。キムトーラが生まれた後、父親がソファの管理職となったことでトーラ家はバルセロナに転居している。トーラはバルセロナの聖意グナシオ学院を卒業した。 1980年にバルセロナ自治大学に入学し、法学の学位を得て1985年に卒業した。トーラの両親は後にサンタクローマダ・ファルネルスに戻り、父親はそこで1991年に自治体議会議員となった。家父となったトーラの祖母がまだそこに住んでいたのだった。オムニウム・クルトラルの総会で演説するトーラ大学卒業後には多国籍保険会社で、 約20年間にわたって弁護士と役員を務めた後、自身の出版社を立ち上げた。バルセロナ市とジャナラリターダ・カタルーニャでも上級職に就いていた。教員の妻との間に娘二人と息子一人がいる。2010年から2011年まで、トーラはカタルーニャ独立運動組織のソブラニア・イフスティシアの代表を務め、2012年には、 カタルーニャ国民会議の理事会のメンバーを務めた。2011年、トーラと弁護士のジョルディ・コルタダは、欧州人権裁判所に対して、スペイン憲法裁判所によるカタルーニャ自治憲章の改定を不当として、訴訟を起こした。2013年から2015年まで、トーラは、カタルーニャ独立運動組織のオムニウム・クルトラルと、カタルーニャ国民会議の副代表を務めた。 2015年には、オムニウムクルトラルのムリエル・カサルスイコー・トリエル、代表が2015年カタルーニャ自治州議会選挙に出馬したため、同年7月から12月までトーラが代表の座にあり、12月に、ジョルギクイッシャルトに引き継いだ。カタルーニャ州首相選出後のトーラ2017年12月21日に、行われた2017年、カタルーニャ自治州議会選挙には、 ジュンツーパル・カタルーニャの選挙連合の一員として、無所属で立候補し、バルセロナ県選挙区から出馬して当選した。この選挙では独立賛成派が過半数の議席を獲得したが、独立賛成派によるカタルーニャ州首相の擁立の試みは、カルラスプッチダモン、ジョルディ、サンチェス、ジョルディ・トゥルイの3人とも失敗した。2018年5月には、プランディとして、トーラが、 カタルーニャ州首相の候補者となった。5月12日に行われた第1回首相指名投票では絶対過半数を下回る66票しか獲得できなかったものの単純な過半数で良い5月14日の第2回首相指名投票では反対65票に対して66票を獲得しカタルーニャ州首相に就任することが決定した。 5月17日に就任式が行われた。6月2日には、閣僚名簿が中央政府に承認され、カタルーニャ州は自治権を回復した。2019年4月スペイン議会総選挙の直前、中央選挙管理委員会は、カタルーニャ自治政府庁舎などにあるカタルーニャの独立を支持する旗や、当局に身柄を拘束されている独立運動家の、 身柄解放を訴える横断幕などを撤去するよう命じたが、東羅は表現の自由として従わなかったため、訴追された。同年12月19日、カタルーニャの裁判所は、東羅に対して1年半の公職追放の判決を言い渡し東羅は構訴。2020年1月3日、中央選挙管理委員会は、東羅より衆議会議員の地位を剥奪することを決定。その場合、 自治政府首相である資格を失うことなり、トーラは決定を拒否した。9月28日、スペイン最高裁は、トーラが中央選挙管理委員会の決定に従わなかったとして1年6ヶ月の公職追放、3万ユーロの罰金などを含む有罪判決を宣告し、トーラは失職。上告するには、ペレ・アラゴネス副首相が首相代行になることが前提となっている。 トーラはカタルーニャの独立を支持している。かつてはカタルーニャ主義を標榜するカタルーニャ民主連合と友好関係にあり、後にはカタルーニャ共和主義最悪から派生したレイングループメントと友好関係にあった。トーラは特定の政党の一員ではない。独立派の選挙連合であるジュンツーパルカタルーニャの主要構成者であるカタルーニャヨーロッパ民主主義党の 一定の政策については懸念を示している。カタルーニャの独立を強硬に主張する人民統一候補とも良好な関係にあるとされている。ありがとうございます。